最後の挨拶に間に合わなかったみたいだね。カリベル家の意識が消えたことで、主のいなくなった空間はもうじき消える。二人ともここにいるべき人じゃないから触れることはできないよ。じゃなかったら俺だってホタルを抱きしめてた。少し話そっか。こんな風に足を止めて二人でゆっくり話せる機会ってめったにないからね。ホタルもそう思うでしょ。さっきの戦い本当に大変だったんだ。ああ、ラインとの戦闘のことなんだけど、まさか俺に向かって剣を振るうのにまだためらいがあったなんて。そうじゃなかったらきっと今の俺でも末光の剣にはかなわなかったはず。500年前ならなおさらだ。そうだね。運命の食器。実は、その機能を完全に活かす方法は、今も見つけられてないんだ。でも、まだ時間はある。天理が目覚めるまでね。500年前にカンルイヤで災厄が起きてから天理は眠りにつき消息を絶った。少し前に水神が自分の神蔵を壊したのをホタルも見たよね。規則をああもないがしろにしても天空の島は何の反応も見せなかった。それが証拠だよ。でもいつか必ず天理が目覚める日は訪れる。今の俺たちはそのきっかけも理由も分かってないだけ。うん、まあそう言えるかな。ほら、カリベルトのことを考えてみて。彼はすごく純粋で、今俺たちがいる彼の心の世界みたいに無垢で穏やかだったよね。それにヒルチャールだった時、その仮面の下を鏡で見ても精神を汚染されなかった。この世界にはいなくなった後でも誰かの心を癒せる人がいる。でもそんな彼の存在する権利を誰が奪った。もちろんこれはほんの一例に過ぎない。俺が天理に抱いてる感情は言葉で簡単に説明できるようなものじゃないから。おホタル、この世界で、そういう風に私を呼ぶのは、お兄ちゃんだけだよ。本当は、お兄ちゃんに聞きたいことが、たくさんあったんだけど。今はいい。だって、わからないの。あることだけが、どうしてもずっとわからない。なんで、なんで一緒に旅を続けてくれないの？旅の終点で果ての花の海って場所にたどり着いたんだ。覚えてるかな。ずっと昔俺たちが一緒に他の星々を旅してた時、ホタルはこう言ったんだ。宇宙のどこかであの花が咲く花の海を探したいって。そしてあの場所にはその花の海が目の前に広がってた。これってただの偶然だと思う？それって、俺だってずっと思ってたんだ、ホタル。でも戦争が終わってあの最後の答えを手に入れるまでは
自分とどう向き合ったらいいかわからないんだ。ましてや蛍のこととなるとなおさらね。空間がどういうこと？主がいなくなったからもうここを維持できないんだと思う。実はこの空間はお互いに触れられないだけじゃないんだ。カリベルトが消えた瞬間からここで起きたことは誰の記憶にも残らない。全てあるべきじゃなかった。俺たちが今回再会したこともそう。そんな、なんでもっと早く教えてくれなかったの？